本当にいろんな人にね応援してもらって支えもらえてここに来てるんで、できる限りのことはしたいなと思って。なかなか日本の中では女子のサッカーが認知されないところから始めてまして、まあ、私のにあってからはそれほどそうでもないんですけど、まあ、過去はあまり振り返らずにこれからの日本の女子のサッカーを、今回のオリンピックで、一つこうワンステップ上げたいなと思ってますけど。新種目女子サッカー、日本はさまざまな壁を乗り越えてこの最高の舞台へと上り詰めた。1970年代、日本各地に続々と女子チームが誕生。各地でリーグ戦も行われるようになるが、当時はサッカー協会にも認められていなかった。練習場もなく、レベルは低かった。1979年、サッカー協会の下部組織として認められ、女子代表チームが作られるが、そのレベル差は明らか。まずアジアの壁を破ることが先決であった。しかし1990年に行われたアジア大会で、日本は強豪を相手に快進撃。これを契機に日本での女子サッカーも認められ始め、レベルも上がり、アジアでは中国に次ぐナンバー2へ。そして1995年、アトランタへの出場権をかけた女子世界選手権で、日本は死闘の末ベスト8へ。アトランタへのチケットをもぎ取った。応援してる人たちが、今まではちょっとこう色物じゃないですけど、珍しい目で見てたんですけど、今は本当によく分かってくれてて、ちゃんと応援してくれるんで、やっぱり答えなきゃいけないっていう意識はみんな出てると思います。エースでキャプテンの野田選手と7年間チームを指揮した鈴木監督は、アトランタを最後に代表を退く。最後だけに出発直前の合宿調整にも力が入った。しかし主力の清岡選手は怪我から復帰して間がなく、ディフェンスの要羽田選手はこの合宿で膝を故障。またキーパーの小澤選手もオリンピック直前のテストマッチで怪我をしてしまう。日本女子代表は満身創痍で世界の強豪と戦うこととなった。今回だけはしたくないんで、あれもやればよかったとか、これもこういう風にしとけばよかったなとか、それが一番嫌なんで、頑張ってくるよりもしっかり楽しんで全部出していきたいなっていう思いでいきたいと思います。私の気持ちとしても、私の、女子サッカーでの最高到達点が今回のオリンピックだと考えておりますので、最後の仕事として頑張ってこようという意気込みは今まで以上にあります。さまざまな壁を乗り越え戦ってきた彼女たち、それぞれの思いを胸に世界の舞台アトランタへ。女子の予選は8チームを2つのグループに分け、日本はノルウェー、ドイツ、急速に力をつけてきたブラジルと対戦するグループ F。 グループ E は地元のアメリカ、そして中国、スウェーデン、デンマーク。日本はアトランタ入りしてから急遽4-4-2から3-5-2のフォーメーションに変更。小澤、羽田の怪我、ドイツやノルウェーなど格上の対戦相手。日本はディフェンシブでありながらカウンター攻撃もしやすいこのフォーメーションを採用した。ドイツとは昨年のワールドカップで、まあ、本当に0対1で惜しい試合をしてますからね、はい、やれるんじゃないかというそういう自信を持って戦えると思います。ゴールキーパーの小澤も怪我が心配されましたが、元気にスタメン出場です。この位置に内山か清岡です。後ろに戻しました。ボールを前方へフィードします。オフサイドですね。野田シュート、こぼれた。惜しいところ、野田左足。ちょっとこれはもう決めてほしかったな。この位置5番のフィッチェンが上がってきています。フォスです。中を見ました。いいボールが上がった。ヘディング、後ろにこぼれている。ノーも飛び込んでヘディング、シュート、決められてしまいました。11番のブロッカー、そしてフォスにボールが出ました。ギリギリのところボールを返した。これは山木が落ち着いてボールをさばきます。今も右サイドから、そうなんですよね、ちょっと跳ねた西名、この2人ちょっと今崩されてますね。そうですね。ただあのワールドカップのドイツ戦ではですね、はい、ただあのラインディフェンスを引いて、あ、それはチャンスになった。さあヘディング、こぼれた、押し込んだ、決まった。日本1対1同点。いいぞ今の、よく決めましたね、清岡が決めました。モラーです。
モア、モア縦へ抜けていく、モア縦へ抜ける、モア抜けた、モアシュート、あっオウンゴールだ、オウンゴールです。2番の透明のオウンゴール、一旦後ろ、透明です、一旦後ろに戻します。これはオフサイドありません、オフサイドありません、持ち込んだ、持ち込んだ、中空いてる、シュート、キーパーの正面、5番の欧米、しかし右からのコーナーキック、日本チャンス、こぼれている、おっと決まった、決まった、決まった、コーナーキックから得点、野田ですね、野田のゴール、2対2同点、笑顔がこぼれます野田。前半を終了して日本大健闘、2対2同点です。このボールまた拾われました、3番がアウスターミュール、そしてモアがこの位置まで下がっています。モアのドリブル、モアのドリブル、シュートを放った、素晴らしいシュート、素晴らしいシュート、モアのゴール。小沢がちょっと怪我でですね、はい、ちょっと左手の方やはり出せないですね、今もかなり疲れてると思うんですけどね、はい、頑張ってほしいですね。もう日本もこの相手のディフェンスで回すボールを追う力がちょっと残っていません。あ、ここで試合終了です、ここで試合終了、決勝トーナメントに進出するための大事な試合、対ドイツ戦、結局3対2日本及ばず。肩だけの問題じゃない部分があると思うんです、ステップの踏み方とか分かってたんですけど、ちょっとやっぱり癖が治んないんで、セービングのフォームとか、それをまた一つずつやっていきたいなと思ってます。予選リーグを突破するためには今日必ず勝ち点を上げることが条件になっている日本の女子チームです。今日の対戦相手のブラジルは昨年の世界選手権で日本が2対1で破っている相手です。女子サッカーの F 組、まだ勝ち点のない日本、初戦引き分けて勝ち点1を上げているブラジル、さあノーチャンスになったシュート、わずかに外れました。いや今のは惜しかったですね。さあここは3対3の局面になったブラジルのチャンス、日本のディフェンス一人かわされた、シュート、抑えました小沢。サイドが変わってピッチ左に日本、右にブラジルです。両チーム無得点、高いボールが来た、あっとフリーになった、シュート、先制しましたブラジル。まあこれ競り合いでね、裏へちょっとこぼれたんですけどね、ここにちょっと誰もいなかったですね。さあヘディングシュート、コスト、交代の直後のプレーでした。今のはねゴール決まってましたらね、素晴らしいヘディングでしたけどね。余裕がありますブラジル、ファーサイドへ、危ないヘディングシュート、2点目が入りましたブラジル、後半の32分、左サイドからロザリのセンタリング、ちょっと裏がフリーになってしまいましたね。ここで試合が終わりました、日本敗れました。日本はこれで予選リーグで敗退が決まりました。あの大事な時にチャンスがあってそれを決めれなかったのはもちろん主将としてもエースとしても責任を感じてます。今回は日本は予選2試合を終えた段階で0勝2敗の勝ち点0、ノルウェー戦を待たずして決勝トーナメント進出の夢を絶たれてしまった。まあ、世界選手権のチャンピオンであるノルウェーと最後に戦うわけですけど、ぜひともこのゲームでですね、本当に日本の素晴らしさを見せてもらいたいなと、そんな感じしますね。左サイドが空いた、中は2人、メダレ、シュート決まりました、9番のペターセン、6番はリース、早めに入れる、ヘディングシュート、よく反応しました小野寺、ナイスキーパーですね。日本のゴールキーパーはいつものレギュラーゴールキーパー小沢に代わって小野寺が守っています。日本そしてノルウェーともに前半とメンバーは変わっていません。右のサイド13番はスベンソン、
そして6番はリース、またメダネンへヘディングシュートーと決まった。2点目が入りました。この早い位置からですね、向こうは入れてきますんで、もうこれ1回の1本のヘディングがチャンスにつながってしまうということで、こちら側もロングスローです。あー高い、重なった、まだクリアがそのまま入りました。まあ、今いい形でキーパー反応したんですけども、はい、残念でしたね。なんとか1点を返してこの大会を締めくくりたい日本。また高いボールが入る、あっとキーパーが出た、ヘディングシュート。かなりこのディフェンスラインが深いですね、はい、ですからキーパーもちょうど自分が出れそうなところですし、高さもあるということで、はい、その辺のコンビネーションが悪くて1点取られてしまいましたね。ロスタイムが1分30秒ほどになりました。タッチラインの横で立ち上がりました野田ですが、ここで試合終了、4対0。しかし世界にですね、はい、日本の女子サッカーのアピールはですね、随分できたと思うんですね。もう素晴らしいですよ、精一杯戦ってくれたと思いますね。田本さんも最後だったんで、田本さんにもプレゼント、ゴールプレゼントしてくれって言われて、自分もすごい田本さんにプレゼントしたかったんだけど、取れなかったので、ちょっと悪いことしたかなって。いろんなプレッシャーがあったり、暑さもやっぱり思った以上だったんですけど、でもやるだけのことはやったなと思います。日本人の代表選手見ても、代表選手であるって誇りをすごいみんな持ってるっていうのを知らされたんで、女子サッカーに考えるのはきっとそこだったんじゃないかなと思います。非常に残念です。考えてた目標のところまで行けなかったんで、ちょっと辛いですね今ね。ある程度のところまではいいゲームをやったなと言われるんですけど、それを勝つっていうのが非常にこれから厳しくて、またやんなくちゃいけないところだと思うんですけど、その辺はまたゆっくり何をどういうふうにしたらいいかということを考えて、次の指導者のバトンを託したいなと思います。世界への扉を開けたものの、ベスト4の壁は厚かった。彼女らはこのアトランタで何を学び、何を掴んだのだろうか。身体能力の高い選手がサッカーをやりだすっていうのがすごく大事だと思うし、また今やってる選手っていうのは、まあ、今以上にね、筋力トレーニングっていうのを、あとスピードに対する対処の仕方、戦術も含めて見直す必要はあるなと思いますけど、下の子にね、本当そういうものを伝えていけたらいいなと思うんで、マイペースで頑張ります。やっぱり次のオリンピックはね、一生でも、まあ、できればね、でもあと4年後は見てろぐらい。1999年世界選手権、そして2000年シドニーオリンピック、アトランタで得たものは彼女たちにとって大きな財産となるだろう。世界も急速なレベルアップを見せている女子サッカー、あと4年、彼女たちにはまだまだ多くのやるべきことが残されている。